文屋の渡まは、平安時代初期の苦行。備前主三室大原の長男。官位は、十三味、中納言、君四等。延暦十一年に、父、大原と同時に、文屋の正人から、三室阿蘇へ改正する。延暦十四年十五位した、右大利介に助任される。菅武智後半に、延暦十五年、この絵将軍、延暦二十二年。 この衣装々と武漢を務める傍ら、近江大見大将、出羽ゴン森、ハリマ守と地方官も兼ねる。この間の延暦20年には、坂の上の田村マロらと共に、江戸政党のために、東北地方へ派遣されると、田村マロらと共に少女され、生後以上に昇進している。大道元年平城天皇の即位に伴って、14位下に除せられ、自重に中塚佐大輔を兼ねて、 天皇の身近に使える。平城朝では、右表へただし、右京大部、大社人等を歴任し、大道四年には三山阿蘇音ついで、ふんの阿蘇音を賜物もの組みされている。同年四月に、平城天皇の弟である、佐賀天皇が即位すると、佐平ただしに転じ大前大部、兵部、大助、針間守を務める。 翌大道5年9月に発生したクスコの変では、平城上皇と共に、平城宮にいたが、平安家に召喚され、佐栄市府に拘禁されてしまう。しかし、大納言となっていた田村麻呂が東国へ向かった、平城上皇を迎え撃つために、身の道に向かう際に、武術に優れ偏境での戦闘の経験が豊富である、ことを理由に、渡麻呂を同行させたい旨を上奏する。 結局上層は認められ、渡まは、聖四以上、参議に除任されて同行することになった。渡まは歓喜有約史上場して出撃したという。クスコの変後、大倉京道の区では汗地を兼ね、東北地方に駐在して、江戸政党の責任者を務める。特に公認2年には、以下の通り、活発に活動した様子が、日本語記に記載されている。なお、 同年12月には、政党によって、エゾを制圧し、返境の防衛体制を解除させた功労により、十三尾に除せられ、訓後等の助訓を受けている。後に、モ門の、ただし、右近衛大将を経て、公認9年に中納言に昇進する。公認14年4月26日公挙。去年59。最終官位は、中納言金右近衛大将13位。 君意は君四等。重機のないものは六国史による。ありがとうございます。